の間。え？なんだっけな。今回はキャンプ知識のおさらいクイズ。これまでのキャンプで学んだことを覚えているか抜き打ちチェックです。では行きます。プレゼンキャンパー金子貴俊さんの回ですね、うん、ホットドッグを簡単に焼くために使うといいものっていうのを教えてくれたんですよね。何食べたホットドッグなんてホットドッグを簡単に焼く方法として、アルミホイルに包んだ後あるものに入れて火をつけたのですが、それは一体？火をつけ、あ、はい、じゃあ同時に出してみましょうか。せーの、ドン。ウイさん枯葉、うん、アルミパックに包んで牛乳パックに入れて火をつける。なんか牛乳パック思い出しちゃう牛乳パック入れてた。ヤギさん、ああ正解です。すげえ、今急に思い出した。何、牛乳パックすげえよく出てきたじゃん。よよよ、奇跡だよ、奇跡。奇跡だね。すごい遠くのなんか、うん、記憶をバーって呼び起こしたね、今ね。ヤギさんの顔が変わりました、パッていう。ねえ、思い出したね。続いては武田バーベキューさんに教えてもらった豆知識。ステーキの焼き加減は体のある部位で測れます。それはどこでしょう。え、なんだっけな。これでも多分答えを言われた時にあーってなるやつなぐらい思い出して。あのね、いい問題。そう、いい問題な。ヒントは手のとある部分。皆さんは分かりますか？はい、じゃあ出しましょうか。せーの、はい、ドン。手のぷくってところやぎさん。手のぷく、どこぷくってここ俺と一緒だ、俺も親指のその元っつうのこれ。正解です。お二人とも当たってんね。まあまあ、親指と人差し指を指で柔らかく OK マークを OK マークを作って、でここなんだ。付け根の下の部分を押した時の柔らかさがレア。親指と中指の付きがミディアムレア。ちょっと柔らかくて小指がウェルダンって書いてあるじゃん。小指って硬い、かなり硬い。個人差はあるんですけど、一つの参考にはなるねということでバーベさんが教えてくれたという。こういったおさらい振り返りながらまたご紹介できればなと思います、うん、そうですね、うん、皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。キャンプなの間、今回はキャンプスタイルに関する早押しクイズ。おぎやはぎさんと一緒にキャンプの知識を増やしましょう。では、いきます、はい、ご自分のチェアの周りに、まあ、手の届く範囲のところに道具を並べるスタイルを、そのこう見た目から何スタイルと呼ばれている。あ、やぎさん、ゴミ屋敷スタイル。大体ゴミ屋敷するんでしょ。そうだよな、自分の周りに全部こうあって。男の子だとなんかちょっとこういうものにも憧れるというか。ヤギさん、なんで憧れる。コックピットスタイル。正解です。いやーわー、すげえ、コックピットなのこれって。やったー、ここだ。まあ言われてとか、あれをコックピットスタイルつんだ。なるほどね。続いて第2問。夫婦や友人など2人でキャンプを楽しむスタイルを何と呼ぶでしょう。2人っていうところだけですね、これは。2人で楽しむので、ヒラキさん、タンデムスタイル。タンデム、タンデムね。これ確かにかっこいい、ね、タンデムスタイルかっこいいよ。頭文字はデ。デ、デ、デ、D、D です。あ、デ。奥さん、デュエット。デュエットスタイル欲しい。デュエットじゃない。デュー合ってます。デュー合ってね。デュー合ってます。デュー、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 デュエット以外にあんの。デュエット以外デュー、ある。二人でデュー、デュー、あと一文字。デュー、デュー、デュー。待って、そんなあったっけ。トモシいける。デュから、デュから一文字で終わるの。あー、デュオ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 。あー、
デュオだ。デュオね。歌とかね。デュオ出なかった。一文字いけましたよね。いけたね。デュオキャンと。デュオキャン。デュオキャン。やっぱりこと。はい。ちょっと流行ってますね、今カップルさんとか若いカップルさん、まあ、いいよね、まあ、もういいよね、わかる、それ合うよ。いや続きまして、これちょっと難しいかもしれないですが、うん、いきます。タープやタープ、うん、シェルターの下に、はい、さらに小さいテントを設営する人、うん、ある動物の名前から何名前から何押したとおりえから皆さんは分かりましたか？ヒントはオーストラリアに多く生息するあの動物？なる動物の名前に例えて、うんうん、何スタイルという？分かんない。カンガルー、カンガルースタイル。正解です。おっとカンガルースタイルだ。そうね、まあ、子供の中の中っていうね。へ、まあ、そんなことあるんだ。まあ、大きなスペースをまあ作りながら、例えばグループで来て寝室を分けたりとか、あと、この中にもう一個テントがあるんで、こう空気の層が一個できるんで、こう結露しないんですよね。へぇー。こう、あのメリットもあって。というスタイルを今回はご紹介しました。なるほど。はい。今回紹介したキャンプスタイル、皆さんもぜひ挑戦してみては？キャンプなのも。なんだっけな。今回はキャンプ知識のおさらいクイズ。今まで教わったことを覚えているのか抜き打ちチェックです。では行きます。プレゼンキャンパーの天心君さんに教えてもらったメスティンでご飯を炊いた後にお米をふっくらさせることができるちょっとしたコツというか一手間、それは何でしょう。ふっくらとしたそれ本当にしてたなその場でちょっと蒸らすよね、なんか10分とか蒸らしてるじゃん、はいはいはい、その前にやることだね。結構メスティンっていろいろコツがあったりするんですよね、その中の一つです。じゃあ矢作さんから回答をお見せください。上になんか乗せる石とか。あ、なるほど。なんだ？なんかあったかもしれない。はい、いや、思わない。あったかもしれない。それ。じゃあ小木さんの回答も。うん。トントン叩く。ずっとなんかって。ずっとトントン。いろんななんか。おまじないっぽいな。なんかトントン。いろいろなんか。いろんなもういろんなとこよ、端っことかも。はい。でもその回だと絶対違うんだろう。絶対違うよ。答えがそれだったら俺マジ腹立つもん。なんでよトントンとかって。違います。正解はひっくり返すんですね。最初ちょっと思ったんだよな俺、ひっくり返すは。水蒸気がまたこう反対側にこう。あ、そう。熱がまあ下からずっと当たってるので、水分をこうまんべんなく吸えるためにこうひっくり返す。ちょっとしたことで美味しくするためのコツを。それだけで美味しくなるんだね。続いてはスパローズ大和さんから教わったテクニック。赤サビを防止するナイフの黒サビ加工は水とお酢と何を混ぜたものにつければよいのでしょうか。あのかっこよくなるやつ。そうです、あのオピネルが。そうです。なんだっけな。ヒントはある飲み物、皆さんは分かりますか？ナイフの黒サビ加工は水とお酢と何を混ぜたものにつけるのでしょう。これだったかも。いいでしょうか。じゃあまず八木さん。紅茶。紅茶。なるほど。確か。これ覚えてますか？うん、確かね。では小木さん。もうこれ正解だもん。紅茶。あ、もうだって二人とも揃いました。そう、もうこれはもう覚えてたから。ということでこれはお二人とも正解です。おお、おめでとうございます。どうすげえ。紅茶に含まれるタンニンが鉄と反応して黒サビをつけてくれる。黒サビが。良かったですよね。これは楽しかったから覚えてたな。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。